分ね平松エリ。ダーン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。イエーイ、はい、始まりました。いらっしゃいみんな。いらっしゃいませ平松英里そうだね、部屋とワイシャツと私なら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 何これ多分平松英里、多分ね、はい、いやドラム関係ない、綺麗な方だったよね今もまだ活動してるんですけど、結婚したじゃん。すげえね、内容が濃い、うん、私を 愛さなかったら私毒入れてあなたこうするわけ、うわー怖いよ、伯爵そういう人好きそうです。いや毒入れられてこう何で私もあと追うわみたいな天使魔女って魔女じゃないですよ、これ今流行ってますからね。魔女じゃない、魔女だよな。魔女天使魔女、ジョイボ今流行ってるんですよ、男性の中で、うん、ブームです。おはよう、おはよう、今日はね火星方形どっちが、いや、こっちは火星方形ですけど、こっちはちゃんとトゥルントゥルンですトゥルントゥルン、カオルがズブル言っちゃった今日はこうコメントと ね会話していこうかなみたいな、皆さんコメントの方、うん、じゃあその前に宣伝しようか、その前に行きますね、第7弾配信シングルカマチョ、昨日19日ですね、うん、配信されまし ましたイエーイ、みんなダウンロードしてねよっ、でついに明日、はい、21日に、うん、21日金曜日、はい、新宿レッドノーズにてワンマンライブ第2弾やります。よいしょ、ね、18時半会場の7時スタート、うん、なんで、まあ学校帰りだったり仕事帰りだったり、はい、みんな来てちょう、いくらなのって聞いてます。前売り1500円の当日2000円、はい、だからメール、クラブロミオのね、フェイスブックだったり、はいはいはい、ツイッター、うん、ツイッターだったりね、載ってるから、そこからメールアドレスにね、アクセスしてもらって、はい、名前と枚数と書いてくれるかな、はい、うん、そう、売り置きでも大丈夫で、とりあえず前売り、メールでね、もらえるみたいな、メールで、うん、あ、個人に LINE してもチケット取ってもらえるから、いいうん、全然どしどし、バシバシ、ここどしどしこの LINE に、どしどしここに LINE くださーい。これね、これ俺はこれね、伯爵、俺はこれ、カオルは真ん中、うん、これにくれたら俺が予約取っとくから、うん、コメント来てますね、バンバン、うん、読んでいきますか、読んでこう、バンバン、やっぱバンバン埋まるよね、バンバン結構狭いですよね、うん、小さい箱だから、何人入るんですかね、バンバンで、のが200はいかないかな、うん、だけど こっからね、まあ、見栄も張らずに ね AKB と似たような感じで、ね、一緒にみんなと上がっていけたらなって感じですよね、うん、頑張りますよ、うん、当日でも大丈夫です、うん、全然入れる、ね、当日予約じゃなくても当日でも行けます、うん、ちょっと500円高くなるのかな、はい、うん、2000円です、メールを1本してするだけで500円安くなるからね、はい、うん、まあ別にキャンセル料かかんないからね、多分ね、はい、予約だけ入れて、もし来れなかったらちょっと悲しいけど、うん、ドタキャンみたいな、うん、まあよくあるからね、はい、一気に拾っていくと、ソペンさん結構いる、誰が出るのって来てますけど、ユニットメンバー、うん、全員出ます、全員出ます、はい、はい、俺らは当然出ます、はい、初見さんいるって、初見さん、あ、こんにちは、ラブロミオ所属伯爵こと柏原克也です、よいしょ、
ていきますか、うん、クラブロミオ所属日村健信です、よろしく。よいしょ。クラブロミオカオルです、よろしく。健さんね、あ、そうです。明日でも結構来てくれるっていう方がやっぱ多いですね、うん、ありがとう、見に行くよっていう声が。したら俺とね、あれをしよう、俺とあれをしよう、俺と、うん、何がするプレイ俺とあれをしよう俺とね、あれをねまあね、今年はあれしてないからね、うん、こんなこと言っちゃダメですえこれ結構来てますね、もしもし、うん、予約ですか、予約、さっきも言ったけど予約しないんだもん、これが、はい、ライブ、うん、当日が2000円、出番は時間どれくらいある、ロミオの出番だからワンマンなんで、ワンマンですね、はい、1時間ぐらいは、大体1時間ですね、十、うん、何曲やるから皆様がアンコールしてくれたら、うん、まあね、ちょっと飲みますけど、音響をどうにかしようよ、でも狭いから反響しちゃうよね、まあ、PA さんのね、腕にかかる人、ね、来たことある人、そうなんだよ、ね、のコメントですね、箱の音響、うん、うん、レッドノーズの文句がロメンに来てる、うん、レッドノーズの文句、レッド、それはね、もうレッドノーズさんの方にね言っていただけないとね、はい、もっとでかくしろって、うん、まあでかくなくてもいいけど、はい、音響、音響だよね、まあでも路上ライブの音響よりは全然ね、はい、全然いいよね、路上ライブの俺らパツイチのスピーカーでね、そうですね、うん、めちゃくちゃ音悪いからね、たまに飛んだりします、うん、だからそれよりは全然レッドノーズさんの方がね、全然ありがたくライブさせてもらってるからね、はい、全然いいんだけど、初回とかなんか行きたいんですが来てますか、お、初回、初回は、あ、初回は3000円ですね、うん、基本ね、90分3000円、はい、うん、はい、でもこうこうね、それぞれの LINE に送ってもらえれば、俺たち通して入ってくれれば、もしかしたらタイミングで安くなるかもしれない、はい、基本3000円なんだけど、はい、その店の状況とか、はい、暇な時間とかだったら全然安くできるだろうし、うん、全然来てください、初回で来てください、待ってるよ、一緒に盛り上がりましょう、うん、お酒飲んで、で、あれしよういや、そこであれしよう、じゃあれしよう、こうしますよ俺あれしか言ってない、そろそろこれっすよ、あれしか言ってないよね、3000円のか、3000円のね、はい、その値段にあれが入ってるからね、はいはい、うん、3000円じゃ安くないっす、うん、足りないんじゃないかなっていうぐらいのあれがあるからね、はい、あれってなんだよ僕もわかんないっす、いろいろありますから、ね、あれってね、きっとでもあれなんでしょう、いや、あれじゃないよ、あれの方です、わかんないバスケしようぜって来てますけど、僕剣道部ですね、はい、バスケはそんなできないです、なんかね、俺ね、彼岸島って見たの、あ、知ってる、アニメだって彼岸島は妖怪みたいなやつ、映画にもなって、はい、ヴァンパイアのものって見たら、雅の、うん、お、知ってんじゃん、知ってます、ちょっとかじったっす、見た、うん、はい、で、それの映画版の出てくる主人公みたいなのいるの、はい、それちょっと剣心に似てたんで、マジっすか、うん、で兄弟出てるけどね、はいはい、で兄弟とも剣道部みたいな感じで、だからまあ一緒じゃん、弟が主人公なんだ、主人公アキラ、ああ、そしたらお前にちょっとアナル顔で、いやいや、それこだけじゃない性格はどうですか、性格も似てるかも、あ、うん、で結構うちに秘めてて強いの、それ、はいはいはい、強いんだけど潜在能力が最初の方はもう出せなくて、はいはい、全然お兄ちゃんの方が強いんだけど、はいはい、急に強くなる、見た方がいい、じゃあ見てみます、うん、すげえ似てる、剣心のこのバスケの下りから野球に変わりました、うん、野球拳ならするかな、野球拳は大好きですよ、彼岸島知ってるっけ、はい、彼岸島って今言ってないからね、今度ちょっと見てみます、うん、面白かったよ、どんだけアナル顔だ、いや結構アナル顔だ、そんな俺アナル顔じゃないっすよ、すぐ思い出したもんね、出るんじゃない、彼岸島主人公で、こう携帯で、僕アナル顔じゃないっすからね、パツ寄ってるよな、いや
伯爵、じゃあ伯爵と僕どっちがこの前もやりましたけど、うん、俺の方がアナルガでもアナルガは多かったですか。アナルガの意味が違うんじゃない、アナルス買ってそうな顔って意味なんだよね。俺は確かに使ってね。俺ゲイではないからね、バリバリの女の子大好き、ね、NG コメント来ましたけどね、アナルガでも、うんうん、AF が好きじゃない、剣心野球剣しようぜ、野球剣、野球剣しましょうよ、うん、やれんすか野球剣できます、うん、野球剣できますって言ってもさ、向こうのリスナーさんのさ脱いでる姿見れないわけじゃん。そうなんですよ、損するやん、損するやん、損するやん、ロミオに来てやろうやん。そう、あれって野球拳の方がいいじゃん。なるほど、ロミオに来てね、あれしよう、野球拳か、うん、ちょっと話しながらあれ、はいはい、伊賀島のね、伊賀島流行りましたね、伊賀島あれ流行ったの、いや、なんか、はい、うん、高校の時に流行ったっすね。あ、そうなんだ、結構前だね、はい、めっちゃ黒いし、エロい漫画だよ。いや、ま、俺映画で見たからね。漫画もあるんですか。漫画があって、そこから映画になった。ちょっと見てみたいですね。だから漫画はエロいんじゃないの。お店行ったら野球拳してみてるよね。あー、ジノンボーイですよね。あ、知ってる、知ってます、知ってます、見てるよ。これなんか出てましたよね。なんだっけな、あれに出てましたよ。すげえ似てる、そいつが悪いやつ。いや、こいつは自然光。あ、似てますね。で、これお兄ちゃんみたいな、お兄ちゃんのおじきみたいな。お兄ちゃんは悪いやつなんですかね。お兄ちゃんは違うよ、島に取り残されて、はい、うん、あ、結構来てますけど、木村さんのやつ、木村さんのやつなのかね、名前わかんないですか。主人公は、なんだろうね、主人公漫画気持ち悪いですよね。漫画気持ち悪いね。映画久保塚のやつ。久保塚じゃない、久保塚ではないしね、うん、でテレビでもやってたっぽいよね。はいはい、うん、急にグレーが、久保塚ではないです、急にグレーがなんか言ってめっちゃ、カツヤ何歳でいっぱい来てますけど、え、カツヤ何歳でいっぱい来てますか。誰かな。2回も来ましたね。君とあれできたら教えてあげる。まあ、うん、まあ、あれっていうのはちょっと、うん、野球拳、この子似てるよね、選手ちょっと似てますね。言われてみて、でも、よかったです。カオルは一人だよ。かっこいいんでよかった。いや、かっこいいよ、かっこいいよ。かっこいいけど、ずっとこの、剣心が思い浮かぶのは、映画の内容を、もうこう、中に入れようとしてるのに。それダメじゃないですか、うん。ダメだよね。僕でいいんすか。ダメだよ。ダメ。え、これ、誰、その人も剣道してたの。その中で剣道してたの。主尺は永遠の20歳ですってことで、うん、245番さん、245番さん何、245番、38、俺の体重な、体重38、ガリガリじゃないですか。今時の女の子にもそんなにないですからね。あ、石黒秀夫だって。あ、石黒秀夫さんってわかります、皆さん、うん、石黒秀夫、うん、似てない、似てるらしいんですよ、ね、自分でも結構似てる。あの、まあ、かっこいいで、ね、似てますね、似てるよね、はい、すごい、あの、僕大悟ばっか言われるんで、いや、この、いや、これ、こっちの方が嬉しいです。いや、かっこよかった、石黒秀夫、うん、で、そんなにめちゃくちゃ有名じゃないんじゃないか、まだ、あ、似てんなと思いながら、まあ、水川あさりがちょっとやばかったね。あ、いいですね、水川あさり、ライブ行きたーい、ね、それはライブ来てー、明日あるからね。そう、明日カオル君に LINE してもいいですかって。いいよ、ね、真ん中、うん、してねー、カズ、うん、の方のコメント伸びてるよ。カズの時のコメント伸びてるよ、うん、それアスタリスク号が本当それなんですよ、うん、まあでも顔がアスタリスク、僕は舌じゃないですか、顔なんだ、顔がギュッて。いやでも伯爵が、うん、一番アナルガオっていう。いや、俺じゃなくねえかな。それでいいんじゃないですか、うん、この前もだってランキングのあれでそうなったじゃないですか、うん、じゃあ一旦 CM でーす。はい、キュイレイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。
LINE してね。LINE してね。はい。コメントもいっぱいどしどし送ってお願いします。先週は700いくつだったらしいからね。はいはいはい。それ超えたら君とはあれしちゃうよ。君と野球券しましょう。あ、来た、検診コール来ましたね。これ来た来た、検診来ましたよ。これえい、検診検診検診。オリジナル曲あるよ。初見さんかな、クラブロミオで検索してくれたらあるから。はいはいはい、新曲ね、ほらカマチョが、カマチョ、はい、配信されちゃった。ちょ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 、なんでね、コメントもっと拾わないと無理だよ。ちょ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 しましょう、みんな。ありがとう。来た来た来た、いっぱい来ましたね、これ。ありがとう。はいはいはい。今日のファッションチェック、あやちゃん、今日のファッションチェック、はい、ファッションチェック、うん、今日のファッションで一番、ちょっとランキングしません？はい、見せよう。これこれじゃエントリーナンバー1番これ。ダメでしょ。エントリーナンバー1番、うーい、こしゃーくー、こっちピーコートに、これ、これレディースのね、多分ね、ワンピースのニットなんだよ。あらららら、ニットかぶりましたね。ゴーストアンドハーゲルの、こういうの女の子が来たら多分ちょうど、ああなるほど、ワンピースになるようなのをこう羽織りながらのバック。ポイントありますね。ピックバック、あれポイントないな。からのビビアンのネックレス、ああいいですね、うん、からのからの剣士、じゃあからの、じゃあ自分いきますか。はい、もう自分はまあ、まあ、流行りものしか今つけてないんで、うん、まあ流行りのまあなんていうんですか、ね、スバヒロハットって言うんですかね、うん、スバヒロハットからの、うん、まあロングコートですかね。まあセミロングだよね。ロングってめちゃくちゃロングのやつあるもんね。あ、です、まあセミロングコートからの、うん、まあ今このボーダーはやっぱ、うん、無難にボーダーですね。ボーダーいいよね。ボーダーからのやっぱ今流行りのクロムハーツの、うん、お前自慢のね、僕のあれ宝物なんです。買ったばっかのね、はい、クロムのベルトに、まあまあストレートなジーパンに、まあシンプルに、これシコラリっていいね。そうですね、これキュッキュッって、うん、まあそんな感じですかね、うん、と自分はですね、うん、これはあの火星方形、火星方形のこれなんていうんですかね。タートルネックタートルネック、そうタートルネックに上の、今日地味なんですよ、上のクリニックなんで。こうズボンはシンプルにこのなんか、うん、白と黒がちょっと混ざったような、そう、ダークな感じの、はい、うん、で、ちょっとクロム、あ、ちょっと濡れてきた。何をしない、何をしない。え、あとね、うん、親父のね、形見のね、数珠がここに、はい、ポイントとしてあるんで、ここは大きいポイントなんで、そこは重要なんですよ、うん、そのファッションで。よろしくお願いします。誰が良かったかな。番号して、番号誰が良かったですか。1番、2番、3番、1番は伯爵、2番、うん、剣心、3番で、イチチチチチチチとか、はい、それだとコメント伸びるじゃん。はい、お願いします。イチチチチチチ、1がいいんじゃねえかな。いや、3がいいじゃん。おー、2が多いじゃねえか、おい、3がいいじゃない。ありがとうございます。もうやっぱ流行りにはやっぱ、うん、違いますね、これ。おお、あ、1、全然3、3、3いる。3来ました。3、奇跡、奇跡の3、ありがとう、3してくれ、3はしてくれたし、ありがとう。いや、嬉しいな。1、1個しかねえじゃんか。ありがとう。あ、もうすごい、無難なのが似合う、すごい褒め言葉来てます。あの、無難なのが似合う人もいい。もっと1をくれた人は、もっとちょうだい、もっとちょうだい。大好きだよー。3回してくれた人大好きだよ。あかん、2がやっぱ多いじゃないですかね。3、まだ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 、3押す、5は違う、5はあかん、あれ5 3押す、なんか見えるのかな、ポイント、3、うん、いやそれはちょっとせこいじゃないですか。無理やりな感じ。2が多いね。なんでクロムのベルトが良かったのかな。クロムの最後、いやベルトもそうなんですけど、うん、まあやっぱシンプルでやっぱ無難なのが一番似合う人が好きって今さっきコメントくれましたけど、ありがとう。シンプルなのこっちじゃん。だってこれ無難なのがいいって知った人は 俺なんじゃないですか。あ、そうなの。俺レディースの来てるって言ったからダメなのかな、うん、俺。ああでもその可能性は、でも伯爵レディース似合いますか。女の子のやつはもうねえ、いやいや、家にいた女の子が来てきちゃったみたいな。うちはしつこいって。いろいろ、でもファッションリーダーですからね、伯爵は。そうなんだよ、ロミオの。そうで
大体俺に聞いてくるんだけど、そんなに俺なんか2が少なくなってきたぞ。詳しいわけじゃないからね、女子高生のだろ、同性って。これ女子高生の今日ね、ベルトしてきないんですよ忘れて、いつもクロムのベルトしてるんですけどね、うん、今日はナチュラリーゴーなんで、うん、はい、いいよね。地味なの嫌いだから1。よし、僕地味っすか、これ。このマフラー地味っすか。地味ではないよ。でもこれ女の子が着ても男が着ても多分全然いけると思う、うん、ボーダーにありがとう、このハットでみたいな、うん、なんで男爵、白爵だからこのハットは変ですか、やっぱ結構なんか、うん、どうなんですかね、変ってすごいな。コメント拾ってきたよ、なんかもういきなりでもコメント増えてくれたんで、なんだこれリンリン、リンリン、リリリン、リリリリン、JK 伯爵で鳴らしたら俺行くんで、 JK 伯爵、JK 食えないんだよ伯爵、ユニットの決まりで。そうなんですよ、絶対ないですもんね。食いたいんだけどさ、捕まりますから。バカ野郎そこを突っ込みなさい食いたいとおかしいでも、ね、前も結構昔も言ったことあるんだけど、高校3年間って結構多感な時期でしょ。はい、そうですね。男も女も、はい、高校の生徒は子供から大人になる、はい、こう第一歩なわけじゃん。はい、はい、こう中学生で子供でしょ、やっぱり、はい、で、高校入って大人になるその瞬間、はい、瞬間を共にできたら嬉しいなって思う感じがあるんだよね。あ、うん、俺だって高校生の時にすごい年上のお姉さんとかと一緒にいたしね。へえ。お姉さん、やっぱ変わってくるんですかね、やっぱりどん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 、うんうん、まあまあまあこう上がっていくと上がっていくと下が良くなってくるから、うん、やめてください、伯爵のせいでロリ村剣士になってますから、うん、なんでロリくんちゃいますから。ロリくんではないもんね、全然違いますから。まあ俺からお姉さんって言うとね、結構ね、はい、おばあさんになっちゃうからね。472歳472歳。おばあさんじゃないですもん、死んでますよまあね、カメ、うん、カメは2万年聞く伯爵に食われたい。はい、どしどしコメント送ってー。伯爵食ってていいの、カマチョの女の子いますから。うん、じゃあ LINE して、シャメ付きでね、シャメする程度ね、うん、する程度ね、俺のね、お眼鏡に かかったらね、あれしちゃうかもしれないね、野球券ね。野球券しましょうよ、みんなでいや、本当にこの動画見て初回に来ましたって言った人、僕、うん、野球券しますよ。うん、ああ、一緒に楽しく行きましょう。楽しく、俺この子出すかね。うん、ショットズ ELK、うん、3人のあのアカン、あのツイッターフォローしたよってさっき来てたんで。うん、みんなすごい、ね、やっぱ私の友達香りの趣味って何、趣味って何趣味って何？趣味の趣味やったってことだよな。ええー、まあね、長年ね、まあ、何年もね、株主にいたらね、事故ることもあるかもしれないからね。そうやね、ますよ。まあでも俺たちアイドルだからそういうことしないからさ、まあ、歌舞伎に来て誰一人とやってません、うん、はい、どうもらっていいですかそれ嘘つきや、うん、それはね、ちょっと嘘になるかもしれないからね。そうそうやっぱ人間だから恋もすればね、うん、まあ、声はしなきゃ、やっぱ人はホストの前に人間だからね。そう、でも俺最近恋してないんだよ。キュンキュンしたいんだよね。キュンキュンしてない。みんな伯爵を恋させて。俺この間毎日人をキュンキュンさせてるのに。そうなんだ、伯爵キュンキュンしてない。俺自体がしてないから。これはね、カオルとね、裏で待機の時に、俺さ、カオルさ、恋したいんだよねって言ったじゃん一人ボソッとつぶやいてて、なんか、星空待ってました、そのセリフの時に俺恋したいね、恋ってなんだっけ聞いちゃった俺汚れちまったなとか言ってリアルにそういう話してたから。マジですか、伯爵付き合おうと来てますけど。おぉ、 LINE 伯爵の LINE にキュンキュンさせてください。伯爵の LINE に俺が本当にキュンキュンするコメントをくれたらちゃんと LINE 返すから。はい、うん、なんかコメントキュンキュンするコメントをちょっとね、送っとしようかな、うん、逆にね、はい、そしたら読み上げようかな、はい、じゃあまたなんかやります？ 1,2,3 の来て、ああ、コメントがちょっとあれし増えるしね、はい、嬉しいね。じゃあ何？何だよ、お題は。何がいい？じゃあ、はい、女の子のために、はい、作ってあげる食べ物と、おお、まあシチュエーションは自分で考えて、まあ、はい、家でもいいし、じゃあバーベキューとかでもいいし、はい、うん、どこがいい？
シチュエーションは一緒にした方がいい。はいはい、女の子に作っあげたい、まあ料理だったり、はいはい、なんだろうね、食べ物、あ、喜ぶんじゃないかなっていう食べ物。了解です。もう俺はもう思いついてます。どう、それはどうする、家、家にしましょう。自分家呼んでってこと。あ、まあ、自分家呼んでっていう、うん、まあ俺はね、だいたいね、自分で手料理してるけどね。ああ、じゃあうまいですもんね。うまくはないよ、一人暮らし歴長いからレギュラーの彼女ね、みんな料理できなかったから、ね、弱着から来ますか。じゃあ一言添えて。一言添えんの。まあ、まあ、添えなくてもいいんですけど、うん、まあまあ、俺は基本和食をこうね、煮込みとかもね、するからね、はいはい、ただね、和食だとね、ちょっと見栄え悪いじゃん、はいはい、俺が作ってあげるっていうよりも一緒にハンバーグをこねこねしながら、あ、一緒に、うん、したいな。1分前早いな。え、早っ、うん、早っ。じゃあ言って、急いで。僕はあれですね、やっぱオムライス、なんでかって言ったら、やっぱオムライスにケチャップで、その人に、うん、あみたいな、なんか可愛いこと、うん、あ、じゃあ俺は納豆ご飯、誰が納豆ご飯プレゼントしまーす。一番納豆、一番と、あ、3番です。3番ハンバーグ、3、一番ハンバーグ、2番オムライス、3番納豆ご飯。はいはい、どっち、3番、うん、もう嘘だろ、マジで。3、ほんとやって、明日21日、明日21日、ほんとやってやったんだ。待ってるから。ワンマンライブありますから。1が1個もねえじゃん。3対2でケチャップで大好きだよって言って。さあさあ。絶対嬉しいから。君の体にケチャップって書いてある。まあ明日ね。ワンマンライブあるんで。はい。ね、かまちゃん、よろしく、配信してるんでよろしく。お願いします。よろしくお願いします。バイバイ。待ってるよ。早っ。早い。かけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。Hey yo, everybody! この動画は YOASOBI を楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2! 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。